こういう考えが逆をつくだと思います。せーの、わー、俺だ、イエーイ。例えば皆さん、ボールを持っているときにスリーポイントラインの外からディフェンスを抜いてゴール下まで行こうと考えたときにどのような駆け引きで抜いていきますか。最近いろんな方に聞いてみると逆をつくって考えている人が結構いるのかなと思いました。その逆をつくっていうことを深く考えてみたいなと思います。クロスオーバードリブルならば、例えば右に行こうとしてディフェンスが反応するからその逆から自分は左の方、こういう考えが逆をつくだと思います。これディフェンスをつけて行うと、でもその時にディフェンスが反応しない時もありませんか。クロスオーバーしようと思った時についてこない、で反応しないから逆をつこうとしてもついてこられる、そういうシーンってあると思います。なので最初から逆をつくっていう考えよりも仕掛ける、見て抜く方向を決める、こういう考えがおすすめかなと思ったんです。見て抜くっていうのは、例えばクロスオーバーしようと思った時についてこない、だからそのまま抜くっていうことです。上手なディフェンスだとクロスオーバー読む選手もいると思うんです。そうです、読んでくる選手が緊張します。スティールされるケース、もう逆を突こうとしてついてこられた時にまた反対抜いていくっていう考えもあるかと思います。クロスジャブバージョンの逆をつくの駆け引き、クロスジャブを知らない相手には結構効くと思うんですよ。でも知ってる相手、上手い相手だとコース読まれて止められるっていうケースもあります。足と逆に行こうとしたけど、この大きい体で止められる時がある。ごめん。ですのでやっぱりモリモリのおすすめは仕掛けるディフェンスを見て抜く方向を決めるです。見て抜くの方があらかじめ読まれててスティールを狙われる、スティールされるっていうことが減るんじゃないかなって思ってます。クロスジャブのこれはもう完全に僕が仕掛ける時で、これ仕掛けてこない時とかはスペースがあるんで仕掛けてこない、でディフェンス見てるんですか。あ、自分から詰めていくって、はい、仕掛けて見て状況に見て、はい、向いてる体とボール逆の方に。逆を突こうという駆け引きはスリーポイントラインの外だけではなくてオールコートのボール運びだったりとか、あとはペリメーター、ペイントエリア内でも使えるんだと思います。ノーチャージエリア付近、ペイントエリア内の逆を突く、でもこれも上手
ずらディフェンスだとどっちの方向に行っても読まれるケースがあると思います。その後のムーブもできるようになるといいんではないでしょうか。ということで次、横のかきつについて考えていきましたけども、縦の逆をつく。シュートについても逆をつくっていう考えはね、生かされるんじゃないかと思います。あと小学生からもう習ってる人も多いと思うんですが、ユーロステップ、これも逆をつくっていう考え方。クロスジャブからのユーロステップ。ストリートゲームで有名なシャムモットってありますよね。あれも逆をつくっていう考えが生かされると思います。でもこれもシャムモットを知ってる選手、ディフェンスだと読まれるケースがある。なのでその先のムーブもある。モリモリのおすすめはやっぱりシャムゴットの時も仕掛ける、見て抜く方向を決めるです。どういうことか、遊びのボールでディフェンスが取れるかどうかのところにポロッと落とした時に、もしこっちの道が空いてるならばこのまま、ディフェンスが反応してくれたら逆をつく。シャムモットのスティールされるケース2つ、まずは遊びのボールディフェンスが取れるかどうかのところに出したときに、出しすぎて取られるケース、あとは出して引くときに読まれてるケース。やっぱこれも最初からね、逆を突こうって思ってると意外とね、うまくいかない、スティールされるケースがあるんじゃないかなと思ってます。シャムモットなどの技を知ってる相手についてはです。ごっつぁんです。綺麗ですね、ゆうたか。そうですね、めっちゃ綺麗ですね。花見ちょっと